はい、皆さんどうもこんにちは、花漬けライフを応援しています宇野口です。今日はですね、ハンダ不良の中でも特にですね問い合わせの多いハンダボールについて今日はお伝えしたいと思います。ハンダボールといってもですね、いろんな工法、いろんなやり方で出方も違います。今日はですね、全体を加熱する全体加熱の工法ではなくて、ジャパニックスが特によくやっている局所加熱、この局所加熱で発生するハンダボール、これについてお話をしたいと思います。ハンダボールのですね、発生する要因っていうのはいくつかあるんですけれども、その中でも特によく話の聞く要因の3つを今日はお伝えしたいと思います。ハンダボール発生する要因、その1、接触するとき、加熱するものが対象のものに当たったとき、離れたとき、このときにですね、まず発生するんですね。なぜ発生するかと言いますと、その当たる加熱のその加熱源にハンダのボールが付着してしまっていた。それが接触したときにポロッと落ちてしまう。これがまずあります。それから加熱するものにすでについているこのハンダですね、このハンダがですね離れてしまう時とかにプツン、そのようにですね接触することによって発生する、これがですね要因の大きな一つ目としてはあります。これをですね、まあ良くするためにどうしたらいいかと言いますと、もちろんですね当たる時に余分なものをついてない方がいいものですから、清掃をですねしっかりと綺麗な状態のものを管理してあげる。それから、接触する時のこのスピードだったり、あと経路だったりですね、その辺をちょっと工夫していただいて、急激にボンと当たってしまうとその時に出たりしやすいのですけれども、そこをちょっとスピードを緩めてあげるとか、この辺が対策となります。それでは続きまして、ハンダボール発生要因その2、ハンダを供給している時、そのタイミングで発生します。特にですね糸ハンダの中に入っている活性剤であるフラックス、ハンダの供給のスピードが速かった、もしくは遅かったりした時に発生します。早い場合ですね、急激に上昇した時にそのフラックスがガス化してしまってポンという形で周りに付着する。それから遅い場合、遅すぎると今度は逆に加熱をしすぎる状態になったりしますので、そうするとですね溶けたハンダの中に入っているフラックス、これがまたガス化をしてグツグツとなった時にポンとなってしまう。このようにハンダを送った時に入っているフラックス、これによって発生したりすることがあります。この場合の対策、これはですねまずはハンダの送るスピード、これを適正なスピードにしていただく、ちょうどいいスピードっていうのがありますので、その辺を見極める。それからですねハンダそのものに切り込みを入れたりして中のガス化をしにくくしてあげる、そういった対策方法もありますので、ぜひ検証してください。最後、ハンダボール発生する要因その3、基板の中に含まれてしまっている水分、これが原因になります。まあ、湿気なんて言ったりもしますけれども、基板部品の中に入っている水分がですね温められることによって外に出ようとする、その外に出ようとした時にポンと出てしまうっていうことがあります。対策としましては、加熱するツール側の問題ではなくなってしまうんですが、基板だったり部品だったりの状態管理、これをしっかりしてあげることですね。例えば季節性のものですね、梅雨だったりする6月なんかはやっぱ湿気が多かったりするものですから、その時にはどうしても水分が含まれやすかったりすることもありますので、しっかりその湿気を抜いてあげる、その状態でハンダ付けをしてあげる、そういうものが対策になってきます。はい、いかがだったでしょうか。今後もですね、ハンダ付け不良についてまた解説していきたいと思いますので、今回はよく問い合わせのハンダボールについてお伝えさせてもらいました。今後もハンダ付けに関する情報をまたお伝えしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。